おはようございます。6月12日、午前9時前です。今からね、車で名古屋に行ってきます。イオン南陽店の内装が、完成したということで、最終確認しに行ってきます。それと NTT の、立ち会いですね。電話工事の立ち会いっていうことですね。はい、電車の方が実は遠いんですよね。こっから王子から向こうに向かうときはで車で今から行くんですけど、まあどんだけゆっくり行っても3時間かからんかなっていう感じで、でお昼過ぎ1時に内装屋さんと待ち合わせしてるんで、まだまだ時間が全然余裕あるんで、途中でね、サービスエリアとか寄ってみようかなと。まあとりあえず安全運転でゆっくり行ってきます。奈良県王寺町、まあ正確には今は柏になるんですけども、柏市ですね。ここから有料道路乗るわけです。いい天気ですね今日もね。まずまずもう梅雨に入ったとは思えないぐらいのね天気が続いてますけども、はい、名古屋方面にレッツゴー。で、いつも緊張する合流ですよ。はい、無事合流できましたとね。あ、これね、これマイクなんでしょ。今更ですけど、今更それに気づきまして、まあおそらくこれiPhone に挿してるんでマイク効果になってると思うんですよね。ああどうでしょう、これでなってなかったらアホみたいですけど、なってると信じてやってます。別にこれ音聞いてるわけじゃないです。しかし暑いな、いい天気でも窓開けたら涼しいっていうか、ちょっと寒いぐらいですね。風が冷たくてね。これ今名阪国道を走ってるんですけど、結構山の上走っててね、気温が低いんですよ。で、まあ今の時期そうですけどね、なんか暑くなったり寒くなったり、昨日なんかめちゃくちゃ寒かったじゃないですか、昼間でもね。で今日は車の中いると日差しが当たると暑い、開けると寒い。どうすればいいんでしょうかね。でも久しぶりにこうやって車を運転しましたね。気持ちいいですね、こう自然の中走るっていうのはね。王子から、南陽店まで車でね、ざっと130キロぐらいだから、まあ大したことないですよ。本当に2時間ぐらいで着くんじゃないですか、普通に行けばね。でも今回は本当にゆっくりゆっくり来てるんでね、どっか途中で寄りたいんですけど、トイレもしたいんですよね。なんか冷えるとすぐにしたくなるんですよ。おじいちゃん現象ですね。あ、でも今は本当に気持ちいい季節でね、できたらどっか出かけたいですけどね。一人キャンプがしたいな。みんなのキャンプももちろんいいんですけど、一人でねキャンプしたいんですよ。最近僕 YouTube でお笑い芸人のひろしさんいるじゃないですか。ひろしですって言ってるね。彼が最近ね、そのキャンプ動画を上げてるんですよ。ひろしキャンプっていうねチャンネル名やったと思うんですけど、面白いですよ。でその人が、じゃなくてヒロシさんが影響されたのがよりきさんっていうね、キャンプ動画上げてるよりきさんっていうチャンネル名やったと思うんですよね。僕もそれはもともと見てたんですよ、いいなと思って。そしたらヒロシさんが始まって、でそれも見て、なんかこう一人でね
自分のペースでね、何もかもやりたいんですよ。誰もいないところで周りの目を気にせずにどれだけやんでんねんってねいや、そういうことじゃないんですけど、なんかいいじゃないですか。この隅が怒ってる隅をじっと眺めながら、飲めないお酒をちょっとずつ飲んだりとかね、バーベキューしたりね、一人用のバーベキューコンロがあるんですよ、小さな。でそこでちょっと炭にもこだわって、そこはちょっとせめて備長炭にして、やっぱ備長炭で焼くとねいいんですよ、火力が強いから美味しく焼ける。安いお肉でも美味しくジューシーに焼ける。確かね、僕別にキャンプのプロでもなんでもないんでね、そのちょっとした入れた情報をそのまま言ってるだけなんで、あんまり当てにしないでくださいよ。やりたい、いつかやりたい。まあ一人じゃなくてもいいな。キムテンとニミさん3人でね、怒ってる備長炭を眺めながらね、安い肉をつつぎながらね、お酒をチビチビ行きながらね話してると、なんかいい案が浮かぶんちゃうかなと思いませんか、木村店長。思わない？思ってるでしょ、新見さんなら思ってるはずね。いい案だそうよね。なんかね、こうやってダラダラ喋ってますけど眠くなるんですよまっすぐの道でしょ、まっすぐの道で、ここの道も何回も何回も通ってるから、景色も、さっき山の中走ったら気持ちいいって言ったのは本当なんですけど、やっぱ景色は一緒なんで、だんだん眠たくなってくるというね。で、あとは、おしっこしたいからちょっとアクセル踏みがちになっちゃうんで、こうやって動画撮ってるとね抑えれるでしょ。さっきもね覆面パトカーに捕まってましたよ。ここのね名阪国道っていうのは一般自動車道なんで、制限速度が60キロなんですね。でもまっすぐのところが多いんで、平均100キロとか出ちゃうんですよね。でそれを覆面パトカーが、ここは本当によく走ってるんで、ほらそこにも止まってるでしょ、すぐ捕まりますからね、気をつけた方がいいです本当に。でここはなんでその高速道路にならなかったかっていうと、僕の浅い知識で言うと、カーブが多いんですよね、ここはね。カーブとそのアップダウンが非常に多いとこなんで、国道には、国道止まりっていうねいうことですね。だから100キロとか出せる、80キロとか100キロ出せる高速道路にはならなかったっていう話だったと思います。実際にここは本当にね、トラックとかも多くて、交通量も非常に多くて、その大きな交通事故も本当に多いところなんでね、なるべく僕はこう 左車線でねゆっくりゆっくり走るようにはしてますよ、はい、着きました。伊賀サービスエリアですね。伊賀サービスエリアに着きました。トイレはあっちですね。よし、急げ急げ、行きます行きます。漏れる漏れる。伊賀のお土産、忍者の里ですね。伊賀、おお、これうまそう、伊勢志摩のこだわり、うまそう。
これは我ら奈良県の仙都君ではありませんか。おお、伊賀にも進出してるわけですね。頑張ってるな仙都君、よろしくお願いします。さて行きましょうか。トイレもねギリ間に合いましてね、行きます。はい、別に急ぐわけじゃないんだけども、まあ、ゆっくり行こうかなというところですね。ドライブを楽しみたいと思います。よし、行きます。はい、東名阪に入りましたね。道が一気に綺麗になるんです、東名阪に入るとね。うん、気持ちいい、天気も最高、暑い。安全運転で引き続き行ってまいります。はい、伊勢湾岸道です。入ってきました。どうですかこの伊勢湾岸道、3車線でね、広くて走りやすいです。道も綺麗だしね、空を飛んでるかのようなこの気持ちよさ、伝わりますでしょうか。楽しいですね。名古屋店へ順調に、進んでおります。右手にね、長島スパーランドが見えてきてるんですよ。見えますでしょうか。大きな遊園地ですね、長島スパーランド。あれ？そんな名前やったかな。とにかく大きなジェットコースターがあったり、大きな観覧車があったり、あとアウトレットがあったりするんですよ。で、大きなプールがあったり、そのプールが海水のプールであったりね。あとアンパンマンミュージアムも併設されてますね。子供がね、小さい時はよく行きました。よく、3回ぐらい行ったのかな、アンパンマンミュージアム。意外と高いんですよね、アンパンマンミュージアムさん。まあでもね、あの子供が本当に喜ぶんで行く価値はありますよね。もうね、アンパンマンに興味示さなくなったんでね、もう行くことはないですけど、これから行くとすればやっぱりその遊園地ですよね。見えるかな、こう右手にね、大きなジェットコースターがあるんですよ。見えてるんですけど、目視では見えてるんですけど、カメラには映ってないのかな。今真横に来ましたね。ね、いつもここにぎわって楽しそうですよね。遊園地でキャピ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 ね、今言えてなかったですけど、キャピキャピ。今は遊園地でキャピキャピできへんな。乗り物がね、酔うんですよね。40代の皆さん、分かっていただけますよね。はい、長島スパーランドをね、今通過しましたけども、今順調に南陽店に向かってますよ。これでいつ、明日か、じゃあ飛島、ついついね、奈良県に住んでるとこういう感じを見てしまうと、なんか明日かっぽく見えちゃったんで、そう呼んじゃいましたけど、飛島って読むんでしょうか。ここで降りることになってますね。なるほど。あと 6.6 キロで、この高速道路を降りることになってますね。はい、飛島出口を降りてきまして、今一般道に出てきました。これからね、1時間はかかんないと思いますけどね、下道でイオン南陽店に向かいます。今日陰で気持ちいいですね。車の中って日光を浴びると暑くなりますよね。
まさか僕の車だけじゃないでしょうね。みんなもっといい車乗ってるんですか。あっち。もうお日さんはね、白い肌の僕にとっては大敵ですよ。もうみんなね、なんか火に焼けてる人いっぱいいるじゃないですか。みんなお外で何してるんですか。バーベキューですか、魚釣りですか。いいですね、夏ね、家族旅行で海旅行、まあ一泊二日のね近場の海旅行も計画してるんですけど、海とかね、その夏場でも僕は長袖ですよ。もうほんまに海なんか絶対長袖もうじゃないと地獄ですからね。あ、でもこっからあとイオン南陽店まで7キロってなってるんで近いですね。30分かからんかもしらんな。かからんな、7キロって。7キロ7キロで近い、うん、近い近い。30分はかかれへんな。おお、まあ、この調子でイオン南陽店まで行こうかな。途中で立ち寄るのもめんどくさいし、イオン南陽店に、11時半ぐらいまでには着くということで、待ち合わせ時間のね1時まで1時間半はあるわけで、まあ、ゆっくりしようかなと思ってます。まあ、雰囲気をちょっとね確かめながらやろうかなと思ってるところでございますよ。うん、楽しみですね南陽店ね。イオン出店初めてですからね、どうなるんでしょうね。まあスタッフはね強力なスタッフたちなんでね、まあ、その点は問題ないんですけど、そのイオンのお客様の流れですよね、それは分かんないんで、まあ、やってみないとね。ただそのイオンさんの中でもすごくその立地のいいところに出店させてもらったんでね、食料品売り場の横っていうね、レジからすぐ見える横っていうところにね出店できるんで、これはすごくプラスなんじゃないかなと思ってるわけですよ、ね。まあ、イオン自体はねすごく古くて、数年前まではジャスコやったんですよね。5年ぐらい前、いや分かんないですけど、まあ、ごめんなさいね適当なこと言わんとこあまりね。ただそのイオン南陽店の建物自体ができたのは25年前です。それはちゃんと資料もらって見てるんで間違いないです。25年前に、ジャスコとしてオープンされたのかな。でとある話を聞くと、途中上の2階と3階はちょっとし、倉庫になるっていう噂も立ったりとか、そんな店舗やったらしいですよ。だからまあ結局上2階3階はあんまり良くなかったんでしょうね。けどこの前僕1階行ったじゃないですか、まあ、見に行ったら、まあそのもっと閑散としたのかなと思ったけども、テナントさんはちゃんと入ってて、まあ平日の昼間でしたけどそれなりのお客様入ってましたけどね、僕のイメージとしてはね、うん、であとは1階 その、まあスーパーはね、その辺のイオンさんのスーパーと何ら変わりのない品揃えと品質、そのワクワクする、僕はねその惣菜コーナーがすごく好きで、なんかワクワクするじゃないですか。すぐ裏で作ってて最近はね、ですぐ前に、商品棚に陳列棚に並べて見れるわけですよね。カラフルなお弁当だったりとかお惣菜だったりとか並んでて、その辺は全く他の大きなイオンショッピングセンター、イオンショッピングモールとかと何ら変わりのない感じですよね。まあでも最初はね
建物を見たときはおっと思いましたよ。やっぱ古さは否めないので、おおなるほどなっていう感じで、でも古いからとかそういうことじゃないと僕は思うんですよ、中身がね、うん、まあでもこのその専門店街っていうのがあって、専門店さんが1階に出店する区画っていうのがあるんですけど、僕らが出店したのはそれ一番手前ですよね、出店できたのはね。それよりもっと奥って言われたらちょっと僕は考えてたかもしれないです。スーパーの横屋から出店したですよね。で内装はねもうほぼほぼ出来上がってるっていう報告をいただいてますのでね、楽しみですね。ある程度のイメージはこうパソコンで送っていただいてるんでね、見れてるんですけども、やっぱ実際目で見るのとはわけが違うのですごく楽しみですね、はい、結構渋滞しますね。お、東名、え、じゃあ東名阪道なんか工事してますね。また上に高速道路が走るんでしょうか、そんな感じ。おーすごいな、作ってるな、高速道路作ってるな。名古屋ってでもいいですよね、食べ物がね美味しいし、いろんな名物あるじゃないですか、お土産とかね、いいですね。であと名古屋発祥のものも多いですよね。とか言いながらパッて浮かんできたんが米田コーヒーぐらいというね。いやもっとあるんですよ。いやまあ今運転に集中してるから出てこないだけでね、うん、おー高速道路横、ほらほらって見えへんけど横もうねできてるじゃないですか、すごいすごい。おー東京インテリア、おしゃれ家具屋さんですね。どうですかこのサングラス。店員のお姉さんにねおだてられてね買っちゃいましたけどね。僕そういうとこあるんですよ、その気にすぐなってしまうっていうね。で買ってからね気づいたんですよね、ここになんかロゴが入ってたり、ここにキラッと入ってんのがね、これがいらん、なんでそこまで見ひんかったんや。さあスタート、あと何キロ、お 1.7 キロ、もうすぐじゃないですかね。もうすぐ着きますよ、イオン南陽店、イオン南陽店へ向かっておりますよ。1.5 キロ、あ、見えました、イオン南陽店の看板がもうここから見えますね、さすがですね、イオンさん。ドーンと、あのピンクでもない紫でもないあの色、何ですか、紫ですか、赤紫の看板がドンと見えますね。でイオンと書いてるわけです。あれがおそらく我々ガチガチ専門南陽店が出店するイオン南陽店であります。うん、しかし渋滞がなかなかですな、まあ仕方がない、もう少しお待ちください。
到着しました。イオン南陽店です。車をどこに止めようかな。お、駐車場なかなか埋まってるんじゃないですか、月曜の昼間にしては。で、僕その基準が分かんないですけどね、なんとなく言いましたけど今。よいしょ、じゃあここに入れて、ここでここにしましょう。うん、奥行こうかな。はい、これが表正面入り口ですね。もう一個向こうにも正面入り口あるんですけど、これが一つ目。これまっすぐ歩いたところにももう一個正面入り口があるんですね。ビッグマックの、こちですか、こちらですとビッグマックよりちょっと大きいグランドビッグマックになります。あ、そうなんですね。ほな普通のビッグマックのセットで、はい、はい、サイドメニューはポテトでよろしいですか。はい、ポテトで。お飲み物お決まりでしょうか。ホットコーヒーで、はい、はい、他によろしいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お会計550円です。はい、お砂糖ミルクはご利用でしょうか。はい、お願いします。ないです。はい、じゃあ1000円でお願いします。1000円をお借りいたします。450円のお返しとレシートです、はい、お待ちください。このグランド、こっちってこれの 1.5 倍ぐらい大きいんですか。 1.5、はい、ぐらいありますか。 1.5、 あ、そうですね、結構大きい、これぐらいのバンズなんです。あ、そうなんですね。箱も大きいですもんね。次チャレンジします。ちなみにはい、ギガもありますので。え、まだ大きいやつがあるんですか。はい、今期間限定で、今これの上とその上と。これいつまでですか。いつまで。ギガはなくなり次第、終了限定だもんですから。あ、そうですか。なくなり次第終了になります。早めにチャレンジして、はい、はい、分かりました。よろしければまた次回。はい、はい、ありがとうございます。どうも。はい、ギガマックすげえな。ギガマックか。
ああ。お疲れ様でした。ようやく最終チェックと、NTT のね立ち会い終わってきましたよ。5時半過ぎてますね。5時40分ぐらい。よし、帰ろう。安全運転で奈良まで帰ります。まだ5時半でもね、明るいな。そうかそうか、まだこんなに明るいか。よいしょっと。はい、そんな感じで、ここは一方通行が多いので、これを曲がってもいいのかな。よし、曲がるよ。はい、目的地、自宅に帰る。よし、内回し。よし、これでいいかな。これを曲がればいいのかな。右見て、左見て、 OK、 レッツゴー。よーし、ずっとイオンの中にいたからね、体がかなり冷えましたね。今車の中すごいムシムシするんですけど、なんかちょうどいいですわ、このぐらいが。今はねちょうどいい。あ、寒かった、ほんまに。やっぱクーラーの中ずっといると辛いですね。はい、でこの信号を右に曲がるという感じですね。はい、これがイオンです。見えてますね、今ね、ちょっとね映ってますね。これイオン、ここやったんですよね。はい、ここですよ。で実際見てきたんですけど、イメージ通りで、あのいい感じに仕上がってましたね。あのすごくシンプルかつ、かっこよくおしゃれにできてたんじゃないかなと思います。で今回はその壁とか入り口を全く区切らずね、作らず、すごいオープンな形でお店を作りました。だから壁で完全に仕切ってないんですよね。まあ、壁はもちろんありますよ。壁はあるけど入り口の扉がないっていう感じね。うん、だ逆にあれはあれで入りやすいんじゃないかなと。路面店ではね、まずあんな作りは無理ですけど、イオンの中、ショッピングセンターの中にあるから可能なわけで。うん、受付で鼻くそ落ちてたらすぐ見つかりますよ、あのお店の作れたらね。気をつけないと。よし、帰るぜ。はい、これを右折します。はい、右折しますよ。よいしょ。うん、映ってますね、ちょうどね、イオンね。次来るのは26日の月曜日ですけど、まあそれまでにね、何か用事があればもちろん行きますし、そんな感じですね。で時間があったんでね、こう観察っていうかね、やってたんですよ。その看板とかね、これ何、これこれか、今朝お店が完全に出来上がったんですって。今朝看板を貼ってガチガチ専門って、あの柱に大きく書いてたでしょ。今朝やったんですって、その作業。それまでは、布のシートが貼られてて、お店全体ね、なんか外からまるっきり何ができてんのか、どんなものが作られてるのか見えなかったんですけど、今日の朝その作業が終わってから、その布のシート取っ払ってね、お店が見えるようになったんですよ。だから今日初めてこう一般公開されたっていうことなんですね。だからね、面白かったですよ、皆さんの反応が。初めて見る人たちばっかりだったんで、ガチガチ専門って大きく書いてるから、そのまま言葉にしてね、おーガチガチ専門とか言ってね、そのまま歩いていったりとか、笑いながらね、うわガチガチ専門何これとか言って笑いながらね歩いて行かれたりとか、あとは写真撮る人もいましたね。写真撮ったりとか、うん、
看板の前に立ち止まってその説明文を一生懸命読んでる人もたくさんいらっしゃったし、あとはねあれですよ、イオンのスタッフさんが声かけてくださってね、ちょっと盛り上がりましたよ。何人かそのユニフォーム着た人が来てくださってね、お話ししたんですよ。なんかすごく興味を持ってくれてて嬉しいですね。やっぱ作業してる方もね、冷えとかもちろんあるやろうし、凝りもあるやろうしね、興味津々だった感じでしたね。来てほしいですね。だからまあお客様の反応はね、毎回思うんですけど、こうやって看板つけただけでね、たくさん反応が見れるんで、可能性は感じますよね、おーと思ってね。あとはその人たちがいかにこう行動して入ってきてくれるかどうかね。ガチガチ専門ってインパクトはありますよ。でガチガチさんには響く言葉ですけど、やっぱ中にはそのね、インパクトが強すぎて入るのが怖いっていう人も中にはもちろんいらっしゃるわけで、そういう人たちのためにその安心感を与えて、はい、いちいちでも早くご利用いただけたらなと思います。そういうね作業もしていかないといけないわけですよね、で今日電話工事してたんですけど、工事するためのその配線の状況を確認しに来てくれたんですけど、なんかねややこしいみたいですよ。イオンの人にね説明したら、その日中は工事できないから、その夜間とか早朝にしてくださいとか言われて、なんか、ね、僕にはオープンまでに絶対間に合わせてくれってね、電話番号ですか、当たり前の話ですけど、そんな感じですよ ね。スムーズにいくことを願ってますけども、はい、まあ、電話番号は決まってますんで、もうホームページに載ってますからね、よろしくお願いします。ね、なんか一個一個進んでますね、確実にね。南陽店、イオン南陽店、楽しみですね。どうなるんでしょうか、楽しみです。新見店長もねすごく張り切ってますよ、彼なら間違いなくやってくれるでしょう。そしてね、今日僕がイオンのマクドナルドで、コーヒー飲んでたら四つ本さんが来てくれてね、急にですよ、急に後ろからホワッと現れるんですから、びっくりするわほんまに。お疲れ様ですとか言って本当にあの人にはいつも驚かされるというね、であと阿部さんね、岐阜の阿部ちゃん、こっちに引っ越してきてくれるんですよ、楽しみだ、はい、高速見えてきましたね、伊勢湾岸道の入り口、まだもうちょっとこっちかな、まだまっすぐですか、はい、まだまっすぐですね、はい、まっすぐ行きますよ、はい、まっすぐ行って、ちょうど帰り時なんでね、もしかしたら混んでるかもしれない、まあいいです、まだ夕方なんでね、今日中に帰れればいいですよ、安全運転で帰りましょう。はい、高速乗ります、飛島インターからね乗っていきますよ。はい、インター通りました。で湾岸道に乗るわけですね。おお、お日さんが目の前に、はい、合流、よっしゃ、はい、合流できました。よし、これでね、あとはもう道なりに行くだけですよ。はい、まあ
真ん中のレーンで行きましょうかね。はい、名阪国道に帰ってきました。はい、順調にドライブが進んでおります。はい、名阪国道なんでね、制限速度をしっかり守ってね、安全にゆっくり帰りたいと思います。はい、お疲れ様でした。到着しました。8時前ですね。だいたいやっぱり2時間ぐらいで着くということですね。走行距離136キロぐらい。はい、そんな感じです。はい、今日も一日お疲れ様でした。よいしょ。よいしょ。はい、出て。まだちょっと腰が、座りっぱなしだと腰が痛いですね。かいかいかい。さあ帰りたいと思います。お疲れ様でした。それではまた。